自称26歳という生き方、チャミュー。前書き。私は看護師でありシンガーソングライターです。同時に二人の子を持つシングルマザーです。自称26歳と言っています。なぜ26歳なのかというと、26歳で妊娠し結婚したからです。それまでの自分は歌手になりたいという思いでたった一人で上京し、アイドルとして歌手デビューを果たし、やりたい夢に向かってどんどん進んでいたのです。しかし突然の妊娠、そこから私の人生は一転しました。思い立ったら即行動、歌手になる夢を見て一途に頑張っていた自分が途切れた瞬間でした。恋愛をすると相手に合わせてしまったり、相手に振り回されてしまったりして、本来の自分らしさを失ってしまったり、夢を諦めてしまったりしていました。最初の喪失が結婚でした。でも離婚してからは再びやりたいと思ったことに踏み出し、看護師になりました。看護師になってからも音楽がやりたくて歌を作っていました。あるきっかけでまた音楽もやることになりました。看護師と音楽と子育て、すべて両立することは容易ではなかったけれど、自分のやりたいことを自由にできることがとても楽しかった。でも時々降ってくる心が壊されるような出来事、どうしてこんなに生きるのは辛いのか、波乱万丈な人生を歩みながら常に自問自答していました。周囲にここまでの経験する人がいないのに、なぜ自分だけこんな思いをするのかとか、自分は苦労するために生まれてきたのかと思っていました。人は人に言われたことで傷つく、人は一つ傷つくたびに臆病になる、人は幼い頃から言われたことで自分はこうだと決めつける、人は失敗することで自分はできないと思う。しかし人は人と接することでいろんな経験をし学んでいくのです。私は霊能者ではありません。でも霊体験のようなものは数多くあります。私はスピリチュアルな世界を信じていますが、宗教的なものには興味はなく、こうでなければいけないという概念もありません。ただ自分の経験からなんとなくって感じ始め、経験を重ねるたびに確信に変わりました。私たちは3次元の世界で生きているけれど、4次元以上の高次元の世界も確かにあり、宇宙の法則といわれるものも実際にある。目には見えないけれど確実に私たちに影響している世界があると思っています。今はもうすでにスピリチュアルな教えや宇宙の法則、成功法則などを発信している方がたくさんいらっしゃるので、私はそれについて皆様に教えるというような恐れ多いことはいたしません。ただ私の悲惨な経験がスピリチュアルに出会わせてくれたことに間違いはなく、それを忘れてしまった時にはまた波乱万丈な問題が起こり、もがき苦しんだ時に毎日毎日本や動画を見て学び、どう生きたら楽に生きられるのか、どう考えたら幸せになれるのか、そういう本質的なところがようやく分かり、すべてに結びつきました。世の中の人に自分と同じような経験を持っている方や、今現在苦しんでいる方、悩んでいる方のヒントになればいいと思い、自分の経験を通して学んだことを本にしたいと思いました。本の書き方や難しい言葉は分かりません。何も分からないけれど、とにかく伝えたいと思い、行動することにしました。そして、この年からまた夢を持って、その夢を叶えるために立ち上がりました。まだスタート地点に立ったばかりですが、
これから先の自分がどうなっていくのか、どこまで夢を叶えられるのか、自分の経験を通してこれから皆様へお伝えできたらいいなと思います。